出発進行。本日私は小田急電鉄による新型特急ロマンスカー七万型披露会に来ております。愛称は GSE ということで、優雅さを表すグレースフルを用い、グレースフルスーパーエクスプレスを略して決定されました。特徴としては眺望性の向上、車内専用 Wi-Fi サービスの実施、バリアフリーへの対応など、箱根観光をより楽しめる設備が設置されています。このような大きなキャリーバッグが置けるスペースも完備されており、インバウンドへの対応も考慮されています。先頭展望車ですが、全ての座席が展望車というコンセプトのもと設計されました。また2018年3月のダイヤ改正に合わせ、特急ロマンスカー専用の新制服もお披露目されました。ダイヤ改正に伴う通勤の快適性の向上と同様に、観光も快適に楽しめるロマンスカーとして2018年3月中旬にデビュー、観光列車の一つとして活躍する日が楽しみですね。